金になるな。涙を流す天使、ここだな。さあ、どこに隠しやがった。さて、調べるか。この中か。よし。さて、これを誰に渡すか。ブーザー、ブーザー、聞こえてるか。ああ、今信じられねえもんを見たんだ。ヘリが飛んでた。ヘリ、一体どういうことだ。ネロのヘリだよ。俺のこと見えてたはずだが無視しやがった。今になって連邦のヘリが現れたってのか。とりあえず後を追いかけて何をしてんのか調べてみる。おい、リク、気をつけろ。部活に近づきすぎるのは危険だぜ。あんま無茶すんじゃねえぞ。分かってる。俺だってバカじゃねえんだ。もらっとこう。
心配すんな。お前をフリーカーに私はしない。ブーザー、聞こえてるか？ああ、今信じられねえもんを見たんだ。ヘリが飛んでた。ヘリ？一体どういうことだ？ネロのヘリだよ。俺のこと見えてたはずだが、無視しやがった。今になって連邦のヘリが現れたってのか？とりあえず後を追いかけて、何をしてんのか調べてみる。おい、リグ。気をつけ。部活に近づきすぎるのは危険だぜ。あんま無茶すんじゃねえぞ。わかってる。俺だってバカじゃねえんだ。
ばよ。おっと、待った！速度が落ちたぞ。降りる気かもな。いつまで経っても終わらないな。
まあきっとそのうちに終わるでしょう。石を投げて注意を引きつけるか。体調崩したらやばいな。仕事ができなくなったら困る。大丈夫？嫌になるな。ああそうだ、そっからドキな。茂みの中にいりゃ見つからねえな。寒くてかわいそうだ。スーツの温度を確認して。茂みから出ない方がいい。
自分で確認して。フィールドノート2000、推定規模500から600の移動集団を追跡した結果、対象の休眠地点を確認した。明日の23地区担当は俺たちか。いいえ、オブライアンよ。了解。オブライアン、どこまで行った。対象の休眠地点を確認。場所はハイデザートグロット指定地区15よ。入り口で踏みつけられた草木と足跡を確認。写真を添付した。しばらく使われていたようね。きっと快適なんだろうね。オブライアン少尉が設置したモーションセンサーによると、約447の対象が今朝この洞窟に入った。19時以降に追加調査班を派遣し、洞窟内部のさらなる状況分析を推奨する。調査対象が原始的状態に回帰して夜行性と化したというアンダーソン博士の説が現実味を帯びてきた。以上。中へは。オブライアンだ。危険すぎるわ。対象の数は400以上。しかもそこらのフリーカーと違う。ステージ3なのよ。ひょっとしてサラは生きてみたいに眠ってる。いや、まさか。まあ中に入るはずはない。俺はごめんだが、眠ってるわけでもない。冬眠状態よ。冬眠中のクマを起こしたことはない。じゃあ冬眠中のフリーカーは。ああ、俺はホワイトキング行動の生存者だからな。嘘でしょ。仲間の体が引き裂かれるのを見た。このスーツもフリーカーの前では役に立たない。なんてこと。辛かったでしょ。ああ、ひどい任務だった。そういうわけで中には入らないわ。この洞窟を塞げばひょっとして奴らの数を減らせるか。どうかしらね。洞窟はたくさんあるし。さあ行きましょう。余計なことしてんじゃねえぞ。ここで何やってるんだろうな。いいから黙って言われたことをやれ。この手の任務は大嫌い。まあ、ほんと。ベルナックの洞窟で膝までフリーカーのクソまみれになる方がマシだよ。フェアウェルの上空を飛んでる時、フリーカーがいっぱいいてな。ああ、何十匹はいたね。そもそも俺の番じゃなかったはずだ。ねえ、それ司令部に愚痴ってみれば。あとどれだけやるんだ。さあな、先生が終わりって言うまでだ。